はい、どうも皆さん、こんにちは。つい最近またツイッターの方でクラクラを通じて結婚しましたっていうツイートを見かけました。もうクラクラ関連で結婚したカップルをもう10組以上見ています。クラッシュオブクランは実質マッチングアプリなんですか。ケースケです。ポン、ということで、あ、そう、あのね、つい最近ですね、あの、ケイスケさん、あの、クラクラに今まで何円ぐらい、いくらぐらいね、課金したんですかっていうね、質問をね、いただきまして、私、ケイスケですね、もう、400万円以上課金しております。はい。なので、400万円以上も課金しているのに、このマッチングアプリで全く出会っておりません。どうなってるんですか、公式さん。どうなってるんだ、公式さん。ということで、今回はね、こちらの怒りをですね、タウンホール15、タウンホール12、タウンホール11で、クランリーグでぶつけていこうと思います。なので、クラクラ動画毎日更新しておりますんで、まだチャンネル登録してないよーって方がいました。ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、あとね、この間見てに公式さんから開発ビルドを貸しての、先行プレイ動画とか、あとはチャレンジの攻略を動画にしていきますんで、最新情報を一躍ゲットしたい方は、ぜひともチャンネル登録、よろしくお願いいたします。ということで、早速ね、400万円以上も課金しているのに、全く出会えて いけてない、この怒りを、クランリーグ、タウンホール15、タウンホール12、タウンホール11、リアルタイムアタックでぶつけていきましょう。レッツゴー。はい、ではね、早速ね、やっていきましょう。タウンホール15、リアルタイムアタック。編成はですね、スパーチャ、突撃艦スパーチャ、エレクトタイタンですね。最近ね、流行っているね、新戦術になりますんで、こうやってね、今回ね、後ほどね、動画にしていきます。さあ、トームをかけていき、で、おぉ、ちょ、罠がめっちゃ出てくる。罠めっちゃ、あ、出てくるね。オッケー、初手トームでやって正解だった。で、今回ね、あれです。スパーチャね、やってて、スパースパーね、削っていく感じですね。で、ツイッターの方でなんか見かけたのが、インビジブルこれね、まあ、4.5 秒なんですけど、なんか、落とす目安としては、なんか、インビジブル枠が薄くなったら落としどきみたいな、そんなツイート見かけましたんで、どんどん削っていきましょう。で、タウンホールはね、こうやって折っていって、あ、待って、多くのモノリス削れてね、待って、タウンは切り落とすんだけど、待って、多くのモノリス残っちゃったな、ちょっと待って、やばいな。奥のモノリスも壊す予定だったんですよ。ですけど、まあいいや、こっから出していきます。はい、出していってあげて、で、スーパーウォールブレーカーで、投石の区画をね、開けていきたいと思うんですけれども、さあ、これで無事にね、壁が開いてなくね、開いてない、やばい。待って、やばいぞ。待って、どうしよう、ロイジャースカラス投げた方がいいか、これ。多分ね、そう、ロイジャー投げた方がいい。で、そう、ここ壁開けて、エレクトタイタンの投石区画にこう入れる予定だったのよ。入れる予定だったのに、待って、壊せない。ちょっと待って、壁開かなかったから、やばいぞ。ちょっと待って、モノリスのもの残ってるし。待って、予定以外のことが2回起こってる。やばい。いけるか。ちょっと待って、俺400万円課金していいのよ。400万円課金してんだからさ、全開取らせてくれよ。まあ、いや、まあでも課金、いくら課金しても、前回取れないっていうのがクラクラのいいとこですからね。あれです。PS とか関係ないですからね、お金と PS は。ですから、いけ。よし。よし。まあ、でもね、みんなね、400万課金してると言っても、あれですからね、実質、界隈で言われてるのが、クラクラって、100万円までは無課金なんですよ。100万円までは無課金で、で、1000万円までは微課金。で、1000万円以上になってようやく廃課金者って言われるんで、クラクラ界隈って。なので、まだ自分はね、微課金なんで、はい。なので、これで前回取れなかったとしても、まあ、微課金ならしょうがないなっていうふうに、見てください。どうだ、いけんのか、どうだ、400万課金して、リアルタイムだとか、だって、ちょっとむせてきた。いけるか。いや、いけるか。オッケー。前回、来た。よかった。よかった。この怒り、ぶつけられないところだった。はい。ではね、タウンホール中に、リアルタイムアタックやっていきましょう。編成はスパジャイネクオですね。もうこの編成めちゃくちゃ強いんでね、住人の方よろしければやってみてください。ライトニングクエイクでね、マルチインフィールドバーね、2本折っちゃってからのスパジャイネクオを入れていくっていう、だけに
なります。でウッドランチャーの丸太でねタウンホールもね折っていけたら美味しいなっていうのでクエイクでね、タウンホールにもかかるに落としていきます。はい、これでマジインフルダは2本折っていきましたんで、こっからまあちょっとサイドカットでまあスパジャニックをちょいちょい出しで行ってあげて、でウッドランチャーからの壁が開くぐらいのタイミングで、出していきましょうかね。はい、残りのスパジャニックロ出していきましょう。さあこれでは、はい、もうあとはもう見てるだけです。いやまあやることありますよ。フリーズの呪文とウォーデンの能力とまあヒーロー能力ですね。まあユニットがいっぱい生き残ってるうちにトーンもかけてあげつつの、さあで、ここから丸太ですね。あ、そっか、タウンホール12とかだと大工さんが直していかないから、あ、楽だな、なんか結構すぐ壊れるんじゃない。でタウンホール12だ。そう、タウンホール12だからポイズンダメージじゃないのか、バカダメージだけか。そう考えるとタウンホール14以上やってるとなんかちょっと気持ち楽になりますね。ポイズンダメージがないっていいな。タウンホール12爆破ダメージだけっていうのがめちゃくちゃいいな。そうか、そうだ、ポイズンダメージないし大工さんが直していかないっていうのめちゃくちゃ楽だな。そう考えるとほんと14になると勝手に大工、武装化大工が施設の HP 回復していくし、タウンホール爆発したらその後タウンホールの付近ね、ポイズンが入ってユニットが溶けていくんで、きついんですよ。きついんですけど、12だとないのか、めちゃくちゃ楽。めちゃくちゃ楽。多分これもう、前回確定ですね。あとはもう、見てるだけでいけるね。はいはいはい、来ましたよと。はい。全くね、400万円課金しているのに、出会えていけない。私、ケイスケのこの怒りをですね、タウンホール12の方で無事にぶつけられております。ほんと12の皆さんはね、天才スパジャイネクロマジで強いんで、ぜひぜひね、やってみてください。クオリティと違ってね、やっぱりスパジャイ、数がね、詰めるんで、タゲがね、取り散らかせるし、あとスパジャイはね、壁を破る能力が早いんで、進行速度がね、結構、早いんですよ。なので、こんな風にね、ぐるっと回ってクイーンもクロークを残してって、前回いけました。よし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 。怒り順調にぶつけれてますよ。では、タウンホール11、天才ゴレネクロやっていきましょう。これももう散々動画にしてるんですけど。さっきのタウンホール12同様ね、ライトニングエイクで、インフィナタワーですね。2本とも落ちちゃって。で、今回美味しいのが、ネクロの天敵の範囲攻撃ですね。ビズ島をね、2つずつ、合計4つ壊せるんですよ。これもう、刺さりまくりなんで、やっていきます。で、あとはもうゴレネクロですね、出していくだけ。もう、ネクロの天敵の防衛数、ほとんどぶっ壊しちゃいましたから楽ですよ、今回。あ、そっか、タウンホール11、タウンホール爆発もしないし、攻撃してこないんだ、そうだ。めちゃくちゃいいじゃん。タウンホール攻撃してこない、爆発もしてこないって、マジ今思うと、すげえ、楽だ、これ11の人のたち、ちょっと失礼か、楽って言ったら。なんですけど、本当に爆発しないポイズンダメージもないってめちゃくちゃいいな。で、あとはですね、ネクロマンサーが死なないように、はい、上のフリーズとかね、大砲がね、ネクロマンサー攻撃してたんでフリーズ打ってあげたりとかして、回心に回ったね、ネクロマンサーたちが死なないようにね、フリーズ、打っていってあげてますね。まあ全然、中の方のね、ユニットがやばかったんで、フリーズ打っていくんですけど、中の方の方に。なんですけど、こういう風に広く打って、どこら辺のね、ネクロちゃんがやばいかなとか、あとは、あちゃくいとかがね、横打ちされてないかなとかっていうのを、ちゃんと広く見てってあげて、フリーズを打ってあげて、で、終盤にね、ヒーロー能力をね、発動してってあげれば、全開を取ることができるっていう、そんな攻めになっております。はい、なので、これでもう全開余裕でしょ、これ。余裕だよね。あんま結構ネクロちょっとわーっつって、死んでおりますけれども、まあ、いけるよね。余裕ですね。はい。はい。今回もね、余裕で全開ですね。アチャケがなんか上のアーチタムターゲット取ってんで、適当に今ガゴ投げました。が、はい。なのでね、もしね、この自分、ケイスケのね、動画見てくださってる、ね、女性の、あ、今危ね、危ね、充電がやばかったんですけど、女性の方、恋人募集中なんで、私、ケイスケ、よろしければコメントで、ケイスケの付き合ってくださいね、コメントの方よろしくお願いいたします。はい。
ということで、今回はですね、マッチングアプリに400万円課金しているのに全く出会えない男のですね、怒りをクランリーグリアルタイムアタガでぶつけてみたっていう動画ね、お送りしていきました。はい。ということで、クラガー動画ね、毎日投稿しておりますね。まだチャンネル登録してないよって方がいました。ぜひもチャンネル登録、よろしくお願いいたします。で、今度が面白かったためになったなと思ったら、グッドボタンやコメント、あとは友人やクラメニシアの方、よろしくお願いいたします。はい。ということで、それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。